皆様こんにちは、二宮郁です。本日はなんと完全にセルフバリカンをやっていこう、イエイ、よろしくお願いいたします。ということで早速始めていきましょう。二宮郁のビューティーボックスオープン。前回はまさひろさんとのリモートでバリカンを扱ってこの辺をね買っていったんですよ。でもね、あれからだいたい3週間経ちました。約1ヶ月経ちました。鬱陶しくなってきた。前回の質問コーナーでちょっと髪型についてはいろいろとね検討する余地があるのでまだわからないっていうことを申し上げたんですけれども、私の仕事の進捗状況としては7月いっぱいぐらいかな、早くて7月ぐらいから多分芸能のお仕事を再開するかなっていう感じなので1ヶ月猶予がありますということでガリッと買っていきたいと思います。はい、用意するものこちらです。今回は完璧に用意してきました。はい、こんな感じ。ダッカール3個とちっちゃいやつですね、ピンが3つ。これ結構大事でした。特にね顔周りですね、ついた毛を落とすブラシ、鏡、そしてねタングルティーザー、櫛もね今回はご用意しました。前回持ってなかったんでね。バリカンです。バリカンもう一度ご紹介しておきます。フィリップスのバリカンを使っております。こんな感じ、もうねアタッチメントつけてるんですよ。何ミリかと言いますと今回は1ミリに挑戦していきたいと思います。まだねノーアタッチメントにする勇気はちょっとないんですよ。もうガリってやっちゃったらおしまいなんで、とりあえず1ミリ、過去最短の1ミリに挑戦していきたいと思います。早速準備していきましょう。しっかりと挟んでいきたいと思います。楽しみ。前回教わったようにとりあえずここを、そしてグッと上げて、ここですね、グッと上げて OK、 止まった？ OK ですか？でここを止めます。もうかなり長くなっちゃいましたね。はい、それでここを刈り上げていくというイメトレ。1ミリは結構やばいですよ。かなり伸びました。こんな感じ、ここを最後に止めますね。よいしょ、はい、よろしいんじゃないでしょうか。で今回はダイソーのやつじゃなくてもうこれにします。ここで止めちゃいます。もうこの後お風呂入るだけなので汚れても大丈夫です。ちゃんと皆さんバリケードしてくださいね。いざバリカンオン、いきます。うわ、落ちてきた。毛の塊がゆっくりいきますよ。さんだ、怒られないかな、まさひろさんに。いや必ず怒られるわこれは。うわ、1ミリすごい。どんどんいきます。最後怖いんでちょっと残しときますね。うわ、はい、今こんな感じです。じゃあどんどんやっていこう。一旦ちょっと見てみたいと思います。こんな感じ。1ミリってやばいですね。うわー、ちょっと一旦お掃除します。直接入れていくスタイルね。耳かゆい、耳に入っちゃった。ここはちょっと怖いので残します。ちょっと変だけどね、大丈夫だと思う。坊主じゃんこれ、坊主じゃん。え、あ、ここはね綺麗にできてません？ここだね、あとこのライン、いきます。このラインだね、映ってるかな。うわー、あんまりやりすぎると多分範囲広がっちゃうよね。怖い怖い。で最後ここのラインを揃えようかな。どうですか？1ミリすごい。
はい、どうぞ。皆様、待望の1ミリです。これ今までと全然違ってジョリッジョリですよ。ジョリジョリル、ジョリジョリルって日本語おかしい。一旦お掃除します。はい、いかがでしょうか。こんな感じになっております。こんな感じです。いいんじゃないでしょうか。撮ってみたいと思います。生え際チェック。あ、いけてます。どうです。ここちょっと分かんないんで、今度行った時にもしいらないって言われれば、ここはね、買ってもらおうかなと思っています。鏡でチェックさせていただきます。あーあーないない嘘でしょないないよ。ちょっと待って、毛がないんだけど毛がないよ皆様。どうしよう、ちょっと見て、こっちのさ、こ、まあ、ちょっともさりしてきたけど、まあありますよねおー、衝撃映像ですね。じゃあこちら側もやっていきたいと思います。怒られるな、きっと。やったんかって怒られます怒られる。いい、だってまだ仕事がしばらくないから。まあ黒に戻しちゃえば刈り上げ目立たないしね。大丈夫大丈夫、そうだよ大丈夫だよ。前髪をこっち側に、刈り上げの範囲がただいまこんな感じになっております。ちょっとこうひねりながらやる方がいいかもしれない。私みたいに直毛で抜けやすい方はこんな感じにして。 OK、 成功。どうですか。同じように襟足のところも挟んで、でここの産毛巻き込まないように産毛の処理。え、完璧だな。やっていきたいと思います。オン。ここからいきます。うわあ。よし、ここら辺もそもそしてる。もう少し攻めますか、ここ。あー怖い。はい、ストップしときましょう耳の中がかゆい。ちょっとお掃除入りたいと思います。ここがね、1ミリくらい残ってるんで、仕上げで刈っていきたいと思います。これ難しいな。仕上げのバリカンです。はい、ここは分かんないので残しときます。はい、いかがでしょう。あ、随分と綺麗になりましたね。じゃあ外していきたいと思います。こう残してるけどいいのかな、わかんないんで、これは残したままいきたいと思います。うわ、うまくいった気がする。皆さんはお風呂場でやってくださいね。私みたいにリビングでやるとダイソンを出動させる羽目になるので気をつけてくださいおお。はい、こちら側いかがでしょうか。こっち普段隠してる、こっちの方がメインなので、私の場合は。どう、この辺とか。あ、綺麗綺麗。ここもね、綺麗に枯れてるんじゃないかなと思います。こちらいかがでしょう。ここら辺の産毛もないし、アタッチメントがね1ミリなんで、ここら辺も綺麗に枯れてると思います。はあ、よかった。ジョリって奥まで削らなかった勝因としては、ここのアタッチメントがギリギリ1ミリのところまで、ほらギリギリまであるので、これが良かったのかな。
これすごく刈りやすいので、おすすめのバリカン探している方いらっしゃったらぜひ。男性以外でもね、女性のこういう襟足のとことかもできるし、お子様のこういうね、あの柔らかい毛でも大丈夫みたいで、なのでファミリーでも使えるっていうね、おすすめのバリカンなので、フィリップスいかがでしょうか。やったー、これでちょっと涼しいかもしれない。1ヶ月経ったらまあ1センチ伸びるので、7月になったらまあ戻ってるかなと思います。これは動画での報告になるから怒られるよ絶対終わったやったー。はい、ということでセルフの刈り上げ1ミリ成功しました。イエイ。いかがでしょうか。もうね、私ぐらいになってくるとやっぱりね、もう余裕ですね。はいどうよ、一番上手いんじゃない、今までで一番。ほら、うわーすごい手触り、なんかもう刺さりそう毛が。私結構毛が太いので、もうジョリジョリですね。下ろしてたら分かんないから、まあここが隠れる程度の髪型だったら仕事に支障は出ないかな。ただこうやってね、メイクさんがかけた時には刈り上げてるこの子って思われる可能性はあります。しばらくまたセルフバリカンは自粛して少し伸ばしていこうかなとも考えております。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお待ちしております。二宮いくでした。バイバイ、またね。